はい、こんにちは、ノブです。では526日目、ネクロールチャレンジ連続15回、今日もやっていきたいと思います。最近ちょっとフォームというか、変えました。変えています。それは手なんですけど、今まではこう手を前にこうだらんとやって出たんですが、ちょっと格好悪いのでアドバイスをいただいて、手をちょっと固定してみて、それでこうやると、今失敗しちゃいましたけど、そんな感じでちょっと手をね固定してやると、少しこう格好よくなるのかなって、アドバイスをいただきましたので、早速やっていきたいと思います。よし。自分のね、こうやりやすい位置をちょっと絶えずこう、ね、試してみて。やりやすいやつ。じゃあ次、膝。ねえ、ここ手ばっかり意識しちゃうと、肩からボールが離れるタイミング、これも意識が薄れちゃうので、ここも意識していきましょう。どれがいいですかね。じゃあまず腰、足の付け根。ちょっとこれ後で見てみよう。足の付け根です、これ。ボール上げすぎですよね。次、ももに手を乗せます。なんかあれですね、しっくりいくというか、で気張ってないと落っこっちゃいますね。じゃあ次、膝に手をつけます。膝に手をつけます。これだと、ちょっと待って。おい、危ない。じゃあ次、
足なんだす。すね。すねいきます。すね。すね。ああ。今ね、下がっちゃってんな。うん、じゃあやめよう。じゃあ次ちょっとこう手をつけないでこう、なんだろう、ちょっとなんだろう、かっこつける感じでやる。やってみようか、これで。でかい。そしてで、じゃあ今度腰の後ろにしようかな。